出場記録なしってどういうこと？うさみるちゃんのうさみるチャンネル。こんにちは、女子鉄のまほろです。この間スイカで降りようとしたら変なことが起きたから動画にするね。瀬戸大橋線の備中三島駅に行った時のこと。電車を見送って自動改札を出ようとしたんだけど、この駅自動改札が見当たらない。待合室にあるのかって、実はそれは知ってたんだけど、出場記録なしっていうエラーが出て降りれない。まほろの中の人も混乱中。感情になった。この駅無人駅だしどうしよう。もう一度やってみる。やっぱりダメだ。出場記録。ここで中の人が重要なことに気がつく。出場だ。こっちか。無事降りれた。最初にタッチした方は入場用だったのか。横に大きく書いといてくれたら分かりやすいのに。無事出場できてよかった。今回の備中三島駅への旅の模様は女子鉄まほろのチャンネルで公開予定。説明欄にリンクがあるから女子鉄まほろのチャンネルも登録してね。そして今回備中三島駅に行った理由は、単線の瀬戸大橋線60分ノーカット動画を撮影するため。こちらの動画はうさみるチャンネルで近日公開します。女子鉄まほろでした。幻の女子鉄まほろ、ついに YouTube チャンネル始動。女子鉄まほろの鉄道旅、みんなチャンネル登録してね。まほろからのお願いだよ。